チャンス、 Go go let's go エルコちゃん、どんな時も頑張る Go! L-C-O エルコ L-C-O エルコ L-C-O You're listening to FM 廿日市 76.1 A Happy New Year! エルコちゃん Times has just started!This program is brought to you by Elco Company Limited, publishing NHT 西広島 Times. We will send you energy, excitement, smile and happiness. 皆さん、新年明けましておめでとうございます。エルコちゃん Times が始まりました。この番組は西広島 Times を発行している株式会社エルコの提供でお送りいたします。2021年も皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けします。広島市の西区、佐伯区、廿日市エリアで11万部以上発行している西広島タイムスの最新情報をお届けする番組です。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとハガキでも受け付けます。宛先は最後に言いますね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖野有沙です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今日も FM 廿日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストはスタジオ Y コーディネーターの木原陽子さんです。後ほど詳しくご紹介しますね。 I'm gonna do my best in 2022 エルコ頑張るこ。木原さん、エルコ頑張るよ、陽子も頑張るよ。ありがとう。エルコちゃんは tweeting sometimes. Please follow her. She has a pod called Find Me. If you find a tiny エルコちゃん you may have a good luck. If you are interested in エルコちゃん LINE stamp, please get it. エルコちゃんの口癖、インスタグラムで時々つぶやいています。よかったらフォローしてください。エルコちゃんを探せのコーナーとかあって、ちっちゃなちっちゃなエルコちゃんを見つけたらいいことあるかも。ついでにエルコちゃんの LINE スタンプ第1弾第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。はい、皆さん、やはり元旦なので西広島タイムスもちょっとお休みさせていただきました。そしてですね、今日はですね、先週号のちょびっとだけおさらいをしたいと思います。木原さん、はい、はい、よろしくお願いします。後でゆっくり、はい、自己紹介してもらうんですが、はいはい、見てください、先週号、もう楽しい、ワクワクドキドキですよ、これ見てたらね。7ページと8ページ気づいてもらいました、うん、はい、もう楽しくなります。ありがとう。あれもこれも欲しくなっちゃって、そうそうそう、欲張って、そう、地域にもっとワクワクを届けたいということで、もうプレゼントね、どれにしようかしら、どれにしようかしら。エステもあるし、占いもあるし、うんうん、ビールもあるし、お花もあるでしょ、うんうんうん、壺もあるし、壺押しも温泉もあるし、温泉もあるし、ね、どうします。そうそう、全部全部いいんですよ、うんうん、もうね、欲張って全部欲しいけど、お一人様当たっても一つだからね。でも見てるだけでワクワクですよ、うん、どれにしようかっていうのが楽しい、うんうんうん、そうですね、この選びながらワクワク、ね、だからワクワク行ってみようかなと。そうそうそう、そしてこちらに出してくれた人がすごいと思いませんか、うん、すごいですよね、本当に、 本当に、うん、こんな時に協賛企業の方々も本当に、株式会社合同総研 Go and Do、篠原税理士法人さん、そして株式会社ゴプスさん、株式会社キッカー紙店ほか、うん、株式会社三洋から続いて、もうこのページ、地域の企業さんがすごいんです、応援ですね、はい、見てくださいね皆さん、もう本当企業様に頭が下がります。ありがとうございます。そして地域に本当にワクワクを届けられて、私もハッピーです。いや本当ハッピーハッピー、はいはい、ニューイヤーです、ニューイヤーです、はい。そして応募締め切りがすごいゆっくりなんですよ。1月の15日号の金曜日までなので、はがき、ファックス、応募フォームのこの、QR コードを読み取ってね、ね、ピッてやってもらったら、スマホでも申し込むことができますので、皆さん、はい、ゆっくり悩みましょう、悩んでくださいね。そうそう、これがいいんですよ。15日までね、はい、15日までね、ワクワクね、ワクワク、はい、過ぎないでね、はい、よろしくです。そしてちょっと英会話がないので、私引っ張り出してきました。
2019年の1月11日号で、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを書いてたんですね。少しだけやりますね。大昔、神様が動物たちに新年に挨拶に来た先着12匹を干支にするよと言いました。1匹のネズミが牛の背中に乗ってジャンプしたらネズミが一番なんだそう。 A long long time ago, a god said, the first 12 animals that come to greet me will make up the original zodiac calendar. A rat came in first, riding on an ox. 素敵な年になりますように。Have a happy new year! Yay! ということです、はい、どうですか。いや、ワクワクしてきましたね。いいでしょ、はい、後からね、はい、またちょっとおさらいしますけれど、はい、これね、ねえ、うし、とらう、言えますか英語で。英語はいいです。いや、ねえ、うし、とらう、いや、テストがあったらたつみ、馬羊、猿、鳥、犬、じゃあ英語はね、ねえはね、rat、 rat、 うん、牛は oxオークス、オークス、オークス、トラはタイガー、ウサギ、ラビット、タツ、ドラゴン、ミ、ヘビはスネーク、馬、ホース、羊はシープ、サルはモンキー、鳥はルースター、ルースター、犬はバードじゃないですよ、ルースター、犬はドッグ、イノシシはボア、ボア、時々ピンクとも言いますけど、ボアですね。はい、これ全部言えるようになったらいいですね。はい、頑張ります。はい、ということでした。はい、それでは、いつもはね、この YouTube で英会話が見れますので、皆さん西広島タイムスの英会話の YouTube ほか、QR コードを読み取ってみてくださいね。で、西広島タイムスの新聞が入らない人は電子版でも見れますからね。それでは本日の1曲目を木原さん、はい、お願いします。今日ですね、うん、お正月でこんなに早く外に出ることは今までなかったんですけど、のんびり寝てた。おかげで今日は海を見ながら空を見て、うん、雲の合間から光が差して、もうなんと神秘的で、その時にこの曲を聴きながら来たんです。ハッピーハッピーグリーディングで、なんかおめでとうおめでとうってね、もう生きてるの素晴らしいって歌ってるんですよ。わかりました。で、素敵なの、時のページめくるよ、うんうん、今未来に走れって、うん、ぜひ聴いてほしい、はい、みんなに。わかりました。では本日の曲目は山下達郎でハッピーハッピーグリーティング。空の下のビーチバー、夕日も最高、江田島海の巣スパンドリゾート。え、何の巣？海の巣。今週のエルコちゃんが会いたい。はい、本日のゲストはスタジオ Y コーディネーター木原陽子さんです。はい、はい、まあ、今日おかげでこの曲を聴きながら運転できて、空を見れて海を見れて、本当に今年はいい年になりそう。そうですね、今の歌詞でもすごいじゃないですか。私びっくりした。古い過去を捨てて、時のページめくるように、今未来走れ。そう、みんなにぴったりですよ、すこの現状にぴったり。で、おまけに、うん、今日バスデーで、私達郎さんにね、おめでとうって言ってもらってるようで幸せだったわ。木原さん、お誕生日もおめでとうございます。ありがとうございます。ハッピーバースデー、ね、おめでたいですね。いや、本当。でも子供の頃は誕生会はなかったので、1日って忘れられる。そうそう、ダメだったの。お正月早々お友達呼んじゃいけないみたいな。静かにしましょうとかね。そうですね、はいはい、では改めまして、はいはい、自己紹介をお願いいたします。はい、私は木原陽子と申しまして、うん、もう長年、子どもたちに、そして大人にはフィットネスを、元気の出ることを教えたくてダンスを教えてます。で、年に何回か原爆をテーマにした、平和を願ったミュージカルを子どもたちと演じてます。今年はなんと3回もう決まってるんですね、8月に。素晴らしい。で、もう子どもたちとみんなに笑顔を届けたい、二度と戦争のない世界をと願って、もう祈りを込めて25年やってきました。うん、素晴らしい。本当にすごいご活躍で、ね、ミュージカルとかも本当に、フィットネスの先生だったり振付師をしたり、そうですね、コーディネーターであったり、何でも歌を教えたり演技を教えたり、何でもやってます。はい、
はい、もう本当にイベント一緒に組みたいです、いろいろやりたいです、いです、とにかくワクワクすることをいっぱいやりたいし、はい、うん、 それを皆さんに夢を見てほしいと思うね、素晴らしい活動、何歳になっても、時々あの年齢の高い方が年だから痛いのは当たり前、そうじゃない、年でも元気でいなきゃと思ってる、そうです、はい、はい、ね、いくつになってもやっぱり健康が一番だし、笑顔で、笑顔でね、はい、そう、いろんなことを挑戦してほしい、いくつになっても、そう、挑戦ですよ、ずっと、毎日がその日が大事なので、そうですね、はい、本当元気が出ます、はい、それで、近々のイベントがあるそうですね、イベントがですね、はい、なんとこの1月に4つもあるんですね、はい、まずあの1月22日に核兵器禁止条約が発行されるんですね、はい、待ちに待って その日の、まあ、記念日として原爆ドームの前に、夕方6時、キャンドルをいっぱい並べて、はい、みんなで集まろうということで、私の、まあ、生徒たち、あのミュージカルをやってる子どもたちが平和を願って歌います。1月の22日の18時から原爆ドームの前に、はい、前で寒いと思いますがね、そうですね、密にならないように、密にならないようにと思ってます、近隣の方はぜひお越しください。そしてで次の日23日、皆さんにいろいろ言われますけど、ディスコジャムっていうディスコ6回目をやるんですけど、クレドホールで、はい、1回目はなんと900人来てくださったんですね。すごいですね。でそれで毎年まあ続けてるんですが、今年はまあこういう状況なので、もしかしたら無観客になるかもわかんないけど、そうですね、広島市から支援をいただいて、広島の文化芸術を灯火を消さないプロジェクトとしてやらせていただくので、とりあえずみんなでリモートでもやろうということで準備はしてます。はい、わかりました、はい、1月の23日、はい、元町クレードの11回ですね、はい、ぜひ YouTube で配信しますので、はい、18時から見ていただきたいですね、はい、はい、そうですね、はい、で次の日が次の日、はい、前回こちらでお邪魔してお話しさせていただきましたみんなの発表会、1月の24日、はい、いろんなイベントが去年なくなったので、どっかでみんなで発表会しようっていうことで24日にやることになりましたけど、はい、今のコロナの状況で、まあ、参加者がどんどん減ってるんですけど、はい、まあ、私たちだけでもやらしてっていう方もいらっしゃるので、はい、とりあえずあの午前中のうちにそれをやって、はい、午前中にみんなの発表会、はい、発表会をやって、はい、午後、16時からですね、はいはい、被爆ピアノコンサート、それはあの、はい、核兵器禁止条約が発行された記念として、被爆ピアノコンサートをやることにしたんですね。本当は17日でしたんですが、はい、ちょっとあの自粛要請がありましたので24日に延期いたしました。延期になったんですね、はい、24日の午後からは被爆ピアノコンサート4時から、でこれはいろんなミュージシャンの方、はい、まあ、クラシック、ポップス、ジャズ、いろんな方が参加して心を込めて歌う方もいらっしゃるし、オペラ歌手の方もいるし、はい、いいものができると思ってます。はい、いろんなあの NPO 団体も協力してくださるので、みんなで、これも最悪は無観客になるかと思いますが、これも絶対やりたいですね。あ、すごい。とにかく祈りを込めて、御霊に思いを込めてやろうっていうみんなの思いなので、はい、ぜひ、はい、心を込めて演奏します、みんなで、はい、はい、楽しみにしております、はい、こちらの情報は、木原陽子さんのフェイスブック、はい、そうですね、もしくはディスコジャム の、はい、あのフェイスブックを見ていただけたら情報が分かることですね。いろいろ情報出せると思います。はい、で木原陽子さんの漢字が難しいんですけど、はい、なんて説明したらいいですか。世の中に、陽子がね、世界の背に、世界の背に、あるに浮かんぶりに舌があるですね、普通言うっていうんですけど、で子供の子ね、陽子、はいはい、世界に羽ばたけみたいな意味 で、はい、木原陽子さんのフェイスブックを、はいはい、探してそちらの方で、はい、ローマ字でも出てくると思います。出てきますね、はい、木原陽子さんですね、よろしくお願いします、はい、お願いしますね、はい、もう本当に実現することを祈っております。もうとにかく頑張って実行したいと思います。これはあの県からも支援金をいただいて、応援していただいているので、みんなに元気を伝えるために、もう本当にあえずもうリモートでも形としてはやっていきたいと思ってます、はい、
できることを祈っております、はい、大丈夫です、はい、皆さんぜひ情報を見てください。そうですね、はい、それでは、この辺で2曲目のリクエストをお願いします。はい、2曲目は私の大好きなミーシャさんの回れ回れっていう曲なんですが、うん、思いを伝えたら世界はつながって一つになるよっていう歌ですね。でいろんなあの国のこんにちはっていう言葉が挨拶が出てきます、うん、素敵です、ね、分かりました。これで子どもたちも踊ってるんですが、うん、去年はギリシャで踊らせてもらいました、うん、この曲で。そうですか、はい、まあ、世界に羽ばたかれてますね。すごい、いや今年もいろいろ行きたいと思ってます。はいはい、分かりました。それではミーシャさんで回れ回れ。ボストンで人気ナンバーワンモンドセレクション2年連続金賞受賞、広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ、頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適、ぜひボストンへ。今月のプレゼントはウミノススパンドリゾート入浴券ペア10組様と株式会社ボストンプレミアムレモンスティック5個入り8名様です。それではキーワードを言います。ハッピーニューイヤーエルコちゃん。ハッピーニューイヤーエルコちゃん、イエーイ。こちらのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島タイムスエルコちゃんタイムスプレゼント係まで、住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは1月の31日までです。はい、それではちょびっとだけ英会話のおさらいをします。これはあの素晴らしい、ニューイヤーが来ますようにということで、Have a happy new year! Very good! Excellent! Yay! もう本当にもう山下達郎さんの曲といい、ミーシャさんの曲といい、元気いっぱいもらえる。本当に元気いっぱいもらえて、もう本当にハッピーハッピーおめでとう。そしてニューイヤーズ、何かが始まる。そうですよ。ね、本当きっといいことがある。予感で胸が騒ぐよだって、もうワクワクします。ね。ミーシャさんも丸い世界はつながっているということで、どうですか、世界が一つ、 everyone around the world、 もう世界が一つつながっているということで、もう本当になんかワクワクする、ね、で涙悲しみ戦いない世界だって歌ってるでしょ、うんうん、もうこれですよ私の望みは。 今ぴったりですね、うん、子どもたちとこれを目的でいろんなことをやってるので、うんうん、はい、もう本当に素晴らしい、うん、ね、でまたこちらのご縁ね、ね、たまたま去年会って1日誕生日なんですよ、ね、で1日出ます言ったらもう一回出るって言ってくださっていえいえ、でしかも運転しながら来て海、うん、宮島の海と空と光を見て、もうすごい全部見れて、なんかワクワクして、いや幸せな気持ちで来ましたよ、うんうん、はい、で音楽を聴きながら、ね、この音楽を聴きながら来て、うん、まあ、私もちょっと聴きながら運転しちゃおう、ね、ぜひぜひで1日にね、うん、この2曲聴けたことがもう私、うん、今年はいいことが絶対ある、もう初っ端からね、ワクワクします、ワクワクして、もう絶対この4つのイベントは絶対うまくいくと、うまくいきますよ、もう信じてる、大丈夫大丈夫、いやできます、はい、できます、できます、本当に、はい、私もそう思いますよ心から、もう本当素敵、できないと思ったら負けだもん、そうよそうよ、絶対にできないことはないと思ってるので、私を、そうですね、はい、はい、もう本当に、では最後にリスナーさんに一言メッセージをお願いします。はい、今言ったように、うん、できないことは絶対ないので、まあ、できないと負けないでほしいので、うんうん、コロナのこと大変ですけどね、うん、もう笑顔とワクワク感を忘れないで、みんな元気に明るくいきましょう、うんうん、そうですね、はい、私もね勇気もらいました。あの古い過去を捨てて新しい何ページをめくるように、はい、そして未来走れって言われましたから、そうそう、私ちょっともう未来に走っちゃおうかな、悪いもの寄せつけないそうそうそう、もう飛んでいけるんですよ、そうそう、笑顔でね、はい、うん、そのまま突っ走っていくぞ、今年も皆さん頑張りましょうね、元気で頑張りましょう、はいはい、本当に本当にありがとうございました、本当に元気になりました、いやここに来て私も元気いっぱいもらいましたよよかったです、本当にいい年になりました、はい、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。それでは本日のゲストはスタジオ Y コーディネーターの木原陽子さんでした。はい、ありがとうございます。そしてパーソナリティは元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと沖野ありさでした。来週のゲストはニコニコクラブ代表のピオマルさんです。この人もねすごいね、あの知ってる元気100倍でね、うん、この2人がね揃ったらね多分このスタジオで踊っちゃうかもって感じ、じゃあ私も入って踊りたい踊りに来て
はい、そして新年の1号目はですね1月の8日号です。お楽しみに。はい、それでは皆さん笑顔でね。 Keep a smile. See you next week. Have a nice day. Happy エルコちゃんエルコちゃんタイムズでした。 We had a really really good time. Thank you for coming here to join us. Thanks again. それでは Happy New Year. Thank you. Bye. Happy New Year. Bye bye. ありがとう、 ありがとう。楽しかった。バイ。だから